はい、よろしくお願いします。今回は数三の指数関数の同関数丸二をお送りします。で、今回はね、この4問やりますので、まず一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずこの指数関数のね、基本的な公式は前回の動画でやってるので、まあ、そこはね、ちょっと割愛させてもらいますが、まず早速やっていくと、こいつは e の x 乗と log x がまあね、かかってる積の微分になってるので、まあいつものルールで、まずこっち微分して、こっちそのままから行きましょう。で、e の x 乗は微分しても変わらないので、そのまんまなってて、で、こっちそのまんま。で、足す。今度はこっちをそのまんまで、こっち微分ですね。で、まあそのまんまなんで e の x 乗、で、log x を微分すると、x 分の1でしたよね。で、まあこうなりますと。で、あとはこれをまとめればいいので、まあ、e の x 乗でくくりましょうか。e の x 乗でくくると、log x プラス x 分の1と。まあ、これで終了となります。まあ、この辺はね、まずね、サクッと。今回は多分4番がね、一番ややこしいんでね、問題としては。で、2番がなんか e の x 乗がね、いっぱいはびこってますけど、で、こいつはまあ分数になってるので、小の微分を使っていきましょう。入るかな。ちょっと行こうかな。こっち行こうか。まずは分母を2乗するので、e の x 乗プラス e のマイナス x 乗。これの2乗ですね。まず分母2乗して、で、こっちは、まあさっきはね、順番逆でもよかったんですけど、こっちは固定で、上微分して下そのまんまです。で、上微分なんで、e の x 乗、まあ、微分すると変わんないからね。で、下がそのまんま。こうですね。で、引くことの上そのまんま。こうなってて伸ばしましょう。で、下微分です。で、下微分はちょっと気をつけなきゃいけなくって、まずこっちのね、e の x 乗はいいんですよ。このまんまで構わないんですが、右側、e のマイナス x 乗は、まずは普通に変わらないんでこうなるんですけど、 x のところがマイナス x に置き換えられてる、ここね、置き換えられてるので、そのマイナス x を微分したものをかけなきゃいけない。マイナス x は微分するとマイナス1なので、かけるからここが符号変わるんですよね、こういう風に。で、こうなります。で、また分子をね、まとめていきましょうって話なんですが、まあ、e の x 乗で e の x 乗、まあ、e の 2x 乗になりますけど、ここに関してはこっちと消えるんですよね、配った後。ただからまあ、後継しておきましょうか。消えると。で、問題がここで、e の x 乗と e のマイナス x 乗、これ、かけると1だからね。1。なぜかっていうと、まあ、e の x 乗かける e のマイナス x 乗は、まあ、e の x 乗分の1なんでね、まあ、約分すると1になりますよと。で、こっちも配ると、同じようにプラス1がここで生まれるので、1たす1なんですよ。つまり、答えちょっと上にしよっか。案の定入んなかったっていうね、オチでしたけど。こういって、e の x 乗、これはわざわざね、展開する必要もないでしょう。これ分の2と、これちょっと見にくいね。2乗分の、よいしょ。これで OK となります。まあ、ごちゃごちゃしてるように見えて、こう、全部ね、全部じゃないけど、だいたい消えてって、綺麗に終わるっていうタイプですね。まあ、数学でちょっと美しい問題って言われがちな。言われないかな、まあ、あんま賛同されないかもしれないけど。自分結構ね、こういうの綺麗だなって思って解くんですけど。では行きましょう。で、次、まあ、上と似てますけどね、今度コサインが入ってますと。ただ、積では、積のは変わらないんで、まずこっち微分して、こっちそのまんまから行きましょう。で、微分しても変わらないんだけどね。で、右側そのまんまで、コサイン X。で、プラス、e の x 乗がそのまんまで、コサイン X が微分。コサイン X を微分すると、マイナスサインでしたね。マイナスサイン。だから、まあ、一応こう書いておきましょうか。こうなると。で、同じように e の x 乗でくくっておきましょう。すると、コサイン X、マイナス、サイン X と。これ、終了でございます。さあ、大取り来ましたね。こいつはちょっとめんどくさいんですけど。
これまず、x の sinx 乗なんですよ。これ、e の x 乗にも、a の x 乗にもなってないんで、公式が使えないんですよね。前回登場したものが。じゃあ、どうするっていうと、これ変形していきます。アプローチとしては変形。で、前回の動画のそのポイントね、a の x 乗の公式はこう導くんだよっていうのをちょっと紹介したんですけど、それを使っていきます。で、どうやるかっていうと、まずこれ y のまんまね。y。これは、指数になってるやつを、その x の部分を e に変えることができると。e に変える代わりに、もともとあったこいつにログをくっつけて肩に飛ばすことができます。だから、e の、ログ、x の sin x 乗と。こいつとこいつは同じです。上は。で、肩の部分が x の sin x 乗になってる。sin x 乗はログの前に出すことができるので、e の、sin x log x 乗と変えることができます。変形していくとね。で、こうしてしまえば e のほにゃらら乗に変わったんで公式が使えるようになるんですよ。だからここまで変形すればあとはもう OK だと。あとは普通にやっていきます。で、こうなったんで y' まずね、 e のほにゃらら乗の公式は変わりませんよって。 sin xログ x 変わらないんですけど、今回の場合はこの部分ね、もろに置き換えを使ってるので、そいつを微分したものをかけます。ごめんなさい。で、こいつを微分したのは、じゃあまあ積なんでね、 3x 微分してそのままからいきましょう。 3x を微分すると cosx だから、 cosx こっちそのまんま足すことのそのまんまこっち微分なんで、ログ x 微分するとね、 x 分の1だから、x 分の sinx と、こうなります。で、これ下入れたい。ちょっとちっちゃくなったらごめん。でね、この最初の変形あったじゃないですか。で、これ、ごちゃごちゃ書きましたけど、ちょっと色変えましょう。こいつです。ごちゃごちゃなってますけど、もともとはこいつだからね。これをこれに変形しただけなので、答え書くときはこっちに戻しましょう。綺麗なんで。だから、書き直すと、x の sin x 乗、カッコ、あとは中身同じです。cosx、log x、プラス x 分の sin x と、なって、これで終了となります。ちょっとだけ下げます。ごめんなさい。いいかな。なので、やってること、ここまで来てしまえばね、やってることはそんな変わらないんですけど、最初のここの1と段階、置くところがね、ちょっと、知識が増えなきゃいけないんで、そこだけうまくやってもらえたらと思います。では、今回はね、指数関数の同関数、丸2をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。